夫が世を去って気の遠くなるような騒ぎの中に置き去りにされた時、茂美さんには守るべき命があった。私には尾崎が残してくれた息子がいる。生きていかなければ。それは教祖と呼ばれた男を支え続けた妻の決意。私は生きていく。まあ尾崎豊と私の関係は光と影じゃないですか。でずっとそういうスタンスできたから、それをずっと貫いていこうと思ったし、ただまあくじけそうになったりすることもたびたびありましたけど、まあ自分自身を見失わずに、まあ見ててくれる人が見ててくれれば、まあ彼ね、天国にいる彼に恥ずかしくない生き方をしようとに思ってたんで。いつの間にかニューヨークは雨になった。これが最初で最後です。そう言って始まった取材は晴れやかな顔で締めくくられた。茂美さんは息子が待つ家へと帰っていった。尾崎豊、君が死んでもう6年になる。父健一さんは折に触れて墓参りを欠かさない。その墓碑に見つけた君の言葉、生きること、それは日々を告白していくことだろう。人はどうやって大人になっていくのだろうか。世の中と折り合いをつけ、気がつけば家族を持ち、親になる。素敵じゃないか。